どうもくまです。イリスの故障チャレンジやっていこうと思います。寝坊症つらい。まあこの前半でロイヤル出てくれただけありがたいけど、これ8章でロイヤル出てたら終わってたね、確実に。はいはい。ちなみにロノさん喋っても大丈夫？あ、オッケーオッケー。一つ質問していい？いいよ。これさ、5章でロイヤルとかさ、決まってないの順番？キャラによって違う。あ、そうだよね、そうだよね。ほう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 。じゃあ俺も、ビショップやったら、ロイヤルが5章で出てくるってこと？そう。あ、そうなんだね。オッケーオッケーオッケー。ならまだオッケーだ。いや、これ5章でマジでロイヤルに、ロイヤルじゃなかったらマジで終わるわ、これ。ほんま。どれどれ。画面アップにして、見ていこうかな。お、忍者エッグ。クロイチエッグ。このさ、なんかマニアックなの使ってくんの。いや、けど俺結構この潜伏使い系、忍者エッグは使わないけど、クノイチエッグは使ってるよ。マジ？うん。弱いと思う。いや、まあ弱いんだけど。ああ、フェンサー。あ、高校か、相手。なるほどね。あ、違うわ。クノイチエッグそんな使ってないな、それは。違った違った。ここは、クレリックランサーオア。点検のどっちかを出したい。どっちかだね。ちょっと場が埋まりつつあるんで、クレリックランサー出すのはもったいなさすぎるから、クレリックランサーってどんな効果あったっけ？ん？敵のターンプラス攻撃4。クレリックランサーはもったいないんで点検出したい。でも点検このままだとフィールド上で狩られちゃうんで、進化させる、まあ、進化させても狩られちゃうよ、ね、進化させるのは架空。これで決めます。まだ行き光がこの、ぶっちゃけこいつ殴んなくてもいいんだよな。うん、まあいいやけど、なんかちょっとセージとか来たらうざいから。そうそうそう、サイクロン進化かな。ああ、フェンサーで上げて。うん。あ、これはラッキー。ラッキーか？これはラッキー。ラッキーだね。まだね。これでサタン引けた。ちょっとコスが足りないね。まあ、ご退場願って。そうだね。まあ、教会の守り手かな。私は、使命を守る。ちょっとお茶濁そうか。ちっちゃいって言わないでよね、旦那さん。はいはいはい。しばしお待ちを。じゃあここはクレリックランサー出しでいいでしょう。この教会に立ち入るつもり？で顔面殴って。引き届けたまえ。うん。いいでしょう。オッケーオッケー、点検ね。おっおっ、そういう感じ。感じってそういう感じ。ちょっと噛んでしまった。これはでも若干めんどくせえな、守護張られるのは。打点がないね。ないね。もったいない感じちゃうね。まあクレリックランサー進化かな、ここは。あなたに純白の力を。いや、ガブ進化でいいか。ガブ進化じゃ足りねえか。足りないね。じゃあクレリックランサー進化。ここからです。これ相手のターン鬼やん、クレリックランサー。まとめて清めてあげる。悪鬼を払い、清きを守る。主よ、我が願い聞き届けたまえ。いいんじゃない？いや、いいんじゃない？
顔が相手のターンクレリックランサー突破できねえだよ。出すしかない。うん、でまあ3コス並べちゃうか。うん、まあそうだね、そいついらないと。で、まあ、次のターンサタン出せなくなるけど、うん、まあ最悪自爆テロ仕掛ければ、まあ、自爆テロ仕掛けてからでいいんじゃない。そう、全然全然。あ、これは勝ったぞ。勝ち申した。これ勝ち申したね。これはクレリックランサー突破手段ないだろう。しかも突破したとしても そのやつだいぶ11やるから。あ、ないか。 あるよ、ね、あるよな。攻撃してきたらクレリックランサー鬼強なんだけど。鬼強だね、クレリックランサー。強いね、進化させるパターン。よっしゃ、これロイヤル突破したらもうあと障害エルフだけだ。いいね、順調っすね。まあ俺勝利の女神みたいなとこあるからな。気持ち悪い。よっしゃ。お、答えていただきますよ。あなたの目的を答えてもらおう。災いの木、あれは世界にとって。これロンさんまだ見てないから。そうなんだよ、俺も見てないから。いや、そりゃそうでしょ、今すぐ見てんだから。そのままの、とりあえずただ第8章大体災いの木なの分かった。そうそう、イリスね、偽物と本物じゃ目の色違うの気づいた。あ、本当だ。てかあれじゃん、偽物大体なんか青っぽい感じなんだ。そうだね。なるほど。あ、全然読んでなかった。心の闇を集めているのです。はいはい。あなたが倒したのは、うん、いわば心の闇の残滓。うん、一体どうやって。最後読めなかった時の、うんうん、その扉が開かれるとどうなるのですか。人々は永遠の夢の世界へと導かれ、この世界は終焉を。いや、意外と怖いんだな。永遠の夢、終焉、それのどこが救いだというのですか。私が望み、あなたが望んだ救いです。ほうほう。もうやめてください。なぜ私の姿でそんなことをするのです。あなたは私です。もうすぐ全てが理解できるでしょう。救いの時が近づいています。こっちのイリスはちょっとパニクってんの、言ってること。待ちなさい。一体何をするつもりなんでしょうか。ただ彼女が言っていたことは救いではなく。そうだよね、そんなこと絶対に間違っています。おっしゃ。でもイリス編は絶対に全キャラと戦う羽目になると思うんで、うん、そこだけは気をつけていきたいね。そしてここのこの章で手に入るこれめっちゃ強い。こいつ強いよね、こいつ強いよね。俺これで何回も殺されたことある。俺もあの除去されてえみたいな、ね、えって。でしかも進化してくるからな、なんかね、盤面もう一人殴ってくるしね。そうそうそう。だからそれでなんか守護持ちとか倒されたりとかなんかいろいろね。とりあえずなんかやっか。世界の滅びを望むはずがあります。いや、これ音も聞こえたら最高なんだけどな。それは残念だ。残念だけど顔面じゃねえや、画面の共有化しかないからな。あ、なんか出てきた。ちょっと強めだね。誰わ、ヴァンパイアとか余裕だわ。ユリアス、これも誰かの心の闇ということなのでしょうか。そうだよ、ユリアスさんの心の悩みで。悩みじゃねえ、闇で。心の悩みなんだよ。ヴァンパイアはまあ勝てるでしょう。ロイヤルに比べて全然。うん、勝ち確でしょう。まあこれはこのままでもいいんじゃないか。うん、まあ1コス引きたいのは引きたいけど、1コス3枚も入れてないはずなんで。確かオッケー。ヤシン様には近づけさせました。そうですね、まあ、ちょっと展開型かどうか見てからエンジェルバイスの使いどころを見ましょう。うん、まあここはこれかな。あ、間違った、画面殴るの忘れた。そうですね、一度も削っとかないとね、うん、おい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 、
お、相手は大気。じゃ削らしてもらおう。これはリザ出せるけど、リザ出すぐらいだったら、いやリザ出そう。いやでもな、リザ2なんだよな。まあリザ出そう。守護守護。まだファンファーレはできない。ああ、いいね。さらにじゃあ守護増やそう。守護守護守護だね。これリザ進化ありだな。で場にもう一枚出すっていう感じ、リザを。そう。で、あの3、4殴る。いや、これはこのまま行こう。もうはっきりここ全除去されてもまあしょうがないぐらい。さあ相手はここ埋まったんで、ここでエンジェルバレッジ決めていきたい。いいっすね。誰にも邪魔できませんわ。この剣は我が希望。これは？いやけどこっから復讐状態になったからわかんないよ。デモストで、あ、点検削る。ダメージさせて。まあさすがに進化してくる。ごちそうがいっぱいじゃない。で叩いてくると。そっちも叩いてくる。叩いてくる。叩いてくる。で叩いてくると。素晴らしい全熟だね。うん。さあどうする？クレリックランサー守護持ちになっても意味ないか、あんま。いやクレリックランサーもともと守護持ち。あ、もともとか。うん、3だからバンプ枯れる。バンプ枯れる。1残る。3残る。まあ、2交換される。まあいいんじゃない。うん、3、2枚出しだ。1コス来い。あー2コスね。これで1コス来たらぴったりだったね。まあ次クレリックランサー組がいけるんで、まだ食べ足りないのに。殺戮ショーの始まりよ。はいはいはい。まあそこ増やされてる。プランにして進化してくる。ああ、そっちだよね。そっち進化させてきて、そっちで叩いてくる。で5ダメージこっちに入れてくると。あ、そっちか。そっち倒しての3ダメか。なるほどね。まあまだ13あるんで、うん、これはまだ耐えられる。この境界に立ち入るつもり。これは全部進化使っちゃっていいでしょう。で、やるべきはこいつなんだけど、こいつをやるとやばいんで。ね。まあ、とりあえずこいつには退場願う。まあ、しょうがない。うん。守護持ちか、ここで。ここでまあ敵の強いやつは枯れたんで。うわー、1のやつか、削るの。あれランダムなんだ。印出そう。うん、ランダム。印出して、私の望みだ、神の慈悲だ。印守護つくからいいんじゃない。いいね、これいいね。この大地を照らしてみせる。まあまあ、けどどうだどうだどうだ。これ全部で削り切ってくる。アシスト持ちか。実装持ちだ。まあまあいいでしょう。次でサタンで決めるよ。そうかそうか、それかいけるか、入れるかな。ちょっとしんどいんじゃない。いけるけど、これで相手はもう勝ち申したと思ってるよ。相手はこれ負け申した。うん、ちょっと厳しいかもね。もう一旦ないとしんどいんじゃない。ああ、だれない。だねだね。これは読んで、あ、何やっても勝つ。うん、どっちみち来るね。おらおら、バンパイ、バンパイ。まあ、バンパイアなのかニュートラルデッキなのかようわからん。確かにニュートラル率高かったね。これはもう一回行きましょう。うん。まあ、やっぱガブ持ってる状態で場に誰もいなくなっちゃったのが痛い。痛いね。まあ、これはちょっと重すぎる。そのバランス悪かったよね。あー、なんかやたらサタン
やったら。まあでもこれは一応サタンで最終決めるってのがテーマのデッキなんで、まあサタン引くのは別にいいんだけど、コス重っ。コスがないね。うん、甘い時間を過ごしましょう。まあまずは守護展開しとこうかな。ちょっとモンスターが少なすぎるんで。うん、じゃあ3ターン目に、あ、いいか、4ターン目にこいつ出せるから、まあいいか。あ、いいっすね。大衆道場さっき来た。まあ失踪も先に出しちゃった。まあこれは交換されていいでしょう。あ、いいっすね。いかなる苦難にも負けません。次ニコスも1枚欲しいな。神のあなたに信じます。ニコス来い。あー、3コスね、3コスね。まあエンジェル決めるしかない。とりあえずね、それしかないね、ほんとね。甘い時間を過ごしましょう。ニコス欲しいな。ニコスが欲しい。オーライオーライオーライ。いいね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 。野心様には近づけさせません。これで決めます。まあ、こっち高校だしね、やっとかないとね。これはね。そうだ。うん。食べ足りないのに。ねえ、もっと楽しませてよ。くわー。わあ、ちょっときついね。そうやってくるよね。強気やな。うん、まあまあでも次で回復はできるんだ。どうしようかな、回復はできます。盤面削らないとね。守護で固めてもあれだけど、張ってこうかな。張ってくか。心の目を開くので私がお守りいたします。ここからです。これで守護持ちになる。あっ、あれ、え、自分のリーダーかフォロワー。あれ、俺何選択したんだ。精霊よ。あ、ミスったな。これはプレミだな、ただの。俺リーダー選択したつもりだったけど、まだ食べたり。いや、俺もリーダーこっちってやったからなったのかなと思ったけど、なんかタイミング早かったね今。もしかして。この大地を照らしてみせる。けどまあまだ。あ、ダメだ。これでやられだ。いやー、まあリーダー回復してたらまだいけたんだけど。ゾンネーション意味ないな。でもまあ確かに何してても勝てないわ。つらっ。ちょ、もう一戦やろうね。信じられないんだけど俺、ビショップで積むって。まだ積んでる感ないけどね。いや、積んでるでしょ。そう、うん、まあ何回かチャレンジしてたら勝てんのかもしれないけど。いや、俺ストレートでいけると思ったんだけどな。しかも相手ヴァンパイアだしね、うん、なんかいけそうな感じだったよね。これ全特快だな。全特快だね。あ、サタン来た、また。ダークプリストも後半なんだよな、使いたいのが。うん、3コスだけど後半使いって感じだよね。どういう能力か覚えてないけど。てか俺入れてないんじゃないか、ダークプリスト。いやー、これつらい。出てきたぞドレイン野郎。まあドレイン野郎が出てくるのはいいんだけど。あなたの痛みを和らげ。いや、もったいないな。もったいないよね。もっと楽しませてよ。オッケーオッケー。いや、もう1足りねえな。さっきからそれ多いよね。多いね。組み合わせたいときに1個足りないんだよ、PP。剣族。できた。そうなんだよね、こいつを殺したかったんだよね俺は。
そうするとこれを使う意味もなくなるんだよな。あーこいつを排除する意味って、いやここはもうしょうがないから使っちゃおう。邪神よ、私に力を。次6なんだよな。6でもやることないんだよな正直。これで決めます。まあ、こいつは HP1 になってもいい。まだ食べたりなのに。 HP1 になるまでは活躍するタイプなの。我が胸に燃ゆる怒りを力に変えて。まあ削ってくるか。隔絶されし世界、我が手に。デモンね、デモンね。俺はデモン使っちゃおうかな。いやちょっと待って、デモン使っちゃうのはもったいない。うん。雲ないな。けどやりようがないよね。こいつ交換します。4ダメ与えます。交換されちゃいます。まあそれでもいいか。命ついえて。私たち4ダメ与える方を優先しよう。優先だね。これでまあ絶対殴ってくるんで。生産に。はい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 。邪神さん。まあこれはいいんじゃないでしょうか。うん、全然盤面的には良くなっ、良いね全然まだ。いや守護がない状態だな。これ選んだよね今ね。選んだねちゃんとね。さっきもこの感じで選んだのになんでダメだったの。いや選んだつもりだったんだけどな。じゃあ選ばなかったっていう判定であれだったのかな。フォロワー回復か。失踪ね。戦争って殺されるか。やってくるよね。さあ8コスになります。8コスになるけど、まあ、8コスになったんでこれは退場願って。で守護で勝ち切りと。次ラス1進化使わせたいな。あ次だね。あ失踪。あらあらあら失踪ちか。ちょっと待って失踪多くねえか。多いね。ヴァンパイアにしては多いイメージだね、ちょっと。ああ、なんだ、ここ。まあまあ、やるしかないよね。まあ、これは排除しますよ。うん。ご退場願って、これでまた失踪持ち来たら、あともう一枚入れれるもんね、相手ね。脱陸ショーの始まりよ。はい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 。はいはい、盤面潤ったね、相手。これ、盤面刈らないと。もしかして、守護持ち。サターン。まあサタン進化それしかないよね。で一番強いやつは抱いといて次何引くかだな。またな。あー3ダメ与えられて守護持ち出してきて画面殴ってこい。全員で画面殴ってこい。オッケー。おろここで最後の進化使ってくる。なんだよなんだよなんだよ。思わせぶりな流れでやったね今ね。超思わせぶり。何今の思わせ。ただディース引けたのはでかい。3以下だからそうね。ここはこいつを削るべきでしょ。まあダメ高いのはやっぱうざいね。これだけど相手復讐状態になっちゃったね。まあとはいえ失踪が対応にないと。これで失踪かディース引けば俺の勝ちかな。うん。あやばい失踪じゃ足りなくなった。ディースでも足りなくなった。それでこいつ引くんだよな。兵庫で眠れ。これ使えば、うん、13回復できる。マジで。あ、まあ、フォロワー殺してその分回復すんの。そうそうそう。まあこれはどっちか壊すしかない、ね、そうだね。これ顔面じゃ足りないでしょ。
足りないんじゃない？照らしてみせよう。足りないよね。あ、けど回復してくるけど足りないね。大丈夫だね、全然。守護いるから、そいつをなんとかできれば。失踪引けたのはでかい。守護がまあいるけど。いや、これさ、うん、ワンチャンさ、うん、これで殴ってさ、引く？あ、でもこれ負けか。あ、間違った。盤面のこいつ殴るの忘れた。あ、終わったな。またプレミか。ダークオファリングでなんか回復できなかったの、それ。あ、そうだよね。うん、この左のやつやったりとかして。あ、間違った。うん、十何歩で回復できたよね。いや、間違った一個のちっちゃいプレミでつまずいて、もう一個の方の方がでかくない？後半のプレミの方が。いや、てか俺間違ってカードを引くと HP 回復間違った。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。